違います。よく気づいてくださりましたね。ありがとうございます。嬉しい。そう、今日はカラコンが違います。ちょっとご飯食べますね。いただきます。マミー弁当です、今日。いただきます。おいしい。もくっ、裏吐きになった。じゃがいもが毒じゃないんで大丈夫です。じゃあの紫キャベツ使ってるんで、紫に変わってるんですよ。時間ないんで爆速で食べますね。おいしいですね。うん、たまに作って、たまに結構作ってくれます。そうです。うん、おいしい。シャケめっちゃ好きなんですよ最近。マジで美味しい。日本と海外の食はどっちがタイプ？どっちも好きです。向こう結構甘いんで、日本かも。ちょっといいな。握手会まで劇場見に行けなかった。握手会終わった後でもぜひ来てください。なんかランクアップした。なんだろう。ありがとうございます。あ、そう、何グラムしなきゃいけない。何グラは、自分の気に入ってるもんだ。そう、紫キャベツ。でもこれが何なのかにちなんで、あなたの一押しのものを書いてください。女子のものか。調子のもの、なんだろうな。ものでしょ。クルナクルナ治ってない。見て、見える？あんま見せるもんでもないだろうけど、ちょっとだいぶ治りました。うん、やけどの後期って感じ。めっちゃまず、でも前回の公演の時が一番痛かった。そう、こってで火傷しました。マジでダサい。あの歌唱力の日に火傷しました。
コテやめてコテでコテマジで痛い。みんな本当に気をつけてくださいね。なんか意外とでも治るの遅いね、コテって。コテでやけどって、初めてやけどしたんだけど私コテで。さすがに痛かった、本当に痛い。めっちゃついちゃった、取れた。さすがにちょっと、おいしい。いや髪の毛がね、本当にここら辺のね、しね、あでもちょっと結ばれてるかも。ここら辺の髪の毛が今ね、ないな。なんかねこれぐらいの髪の毛が今あるんですよ。ここら辺ね。あでもああこれこれこれこいつらこいつらこいつらこの子たちです。そうこの子たちを巻いてる時に、いた。やらかしました。本当に痛いです。やけどは良くないです、痛いです。キュッと言うね、私の髪型。確かにちょっとそうか、私ちょっとスリムになった顔みたいでしょ。本当ですか。やっぱいつでもスリムになったって言われると嬉しいです。ありがとうございます。なったかな。うん、言いますよ、やけどって甘く見ちゃダメだみたいな、消えないよみたいな。とて敵じゃないんですよ。あ、目きれいやね。ありがとうございます。今日ね、松ゆうまくいったんですよ。ほら見える？ちょっと今日いいんですよ。はい、テンション上がります。まつげ最高。眉毛ですか。眉毛はあんまですよ。あんまですよって。タコありがとう。ケンボンさんとムーチョさん、ありがとうございます。ハートありがとうございます。最近ジオンと遊んだ？遊んでないです。最近会ってないです、あんまり。ケンさん、ハートありがとうございます。うん、会ってないです。なんでだろう、留学から帰ってきてからあんま会ってないでしょ。まつげもきれい。マジでまつげ褒められるの嬉しいんですけど。そう、こんにちは。ゆださん、ハートありがとうございます。そう、チーム違うと合わないんですよね。紫キャベツって美味しいんですよ。もうあと1週間で、とりあえずあと1週間か。早っ、あっという間に来ますね。あ、それ皆さん、あの6月明けましておめでとうございましたね。こんにちは、6月こんにちは。今日のケータリングさん、今日これマミー弁当です。親弁です。親弁お母さん弁当です。やばいね、
1年半分終わったんですよ。待って、ありえないんですけど。え、うそ、1年半分終わったってやばくない？天文さんありがとうございます。1年半分終わったってやばいな、マジで。本当にやばい、それはやばい。1年は6月終わったって、うん、もう6月終わります。本当に秒で終わります。私は分かります。予約から帰ってきて外国人っぽくなって、そんなことあります？絶対変わってないですよ、顔は。落ちた、うまい。本当にエビフライ、エビフライ入ってないです。鮭です、今日。うん、下半期の目標か、なんだろうな。目標か、なんだろうな。もっと外仕事が増えるように頑張る。通訳ってね、あれみんな意外と大変なんですよ、実は。ちょっとアピールしちゃおう。私ね、あれ英語聞きながら日本語喋ってるか、日本語聞きながら英語喋ってるか、どっちかやってるんで。はい、うん、切り替えっていうか、うん、なんか英語見てるときは、なんか英語の何でもね、英語の文字とか文とか見ると自然とそれは英語で返しちゃうんですよ、割と。だけど日本語を聞きながら英語喋るってもうわけわかんないんですよ。うん、英語のときは英語で考えてるからはっって感じです。うん、そう、意外と難しいんですよ。でも楽しいです、通訳。私は好きです。私は好きですね、通訳。またランクが上がって、これ何なの、ありがとうございます、はるちゃん、ありがとう。うん、裏ナンバーちゃん、あの英語の部分私が一応確認してるんですよ。英語の部分だけね。うん、ドリズさん、メンバーは自動参加らしい。ヨンさんありがとうございます、お花。15分だった。
公演楽しみ。今日来てくださる方いますか？ここに。ナンバーついた。お。早い。忘れた。またぜひ来てくださいね。夜行きます。ありがとうございます。火の鳥で名古屋からです。ありがとうございます。火の鳥綺麗ですよね。完食しました。閉まらんかった。今日のお昼初めて僕のおはる公園入ります。ありがとうございます。それはぜひ楽しんでください。そうですね、僕のおはる公園楽しんでください。今日はデコです。今日のそうですね、今日は汗びしょびしょになっても大丈夫です。インドネシアから見てありがとうございます。マスさんありがとうございます。ぜひ見に来てください。生で僕のおはる、やっぱね、僕のおはる声はね、熱気がすごいんで、熱気がすごいんで、みんなぜひ来てください。皆さんからの本当にお熱いコールもありがとうございます。そうですね、ぜひ美咲コールお願いします。ぜひ青春しに来てください。青春しましょう、みんな。青春、青春、イエイ。そう、しかも今日はですね、万博とのコラボということで、青春、みさきコール、ありがとうございます。ぜひたくさん、皆さんありがとうございます。楽しみにしててください。今日のコールもペンライトもありがとうございます。ゆさん、これが愛なのか。配信で見る、ありがとうございます。ぜひ配信でもね、配信でも見れるんで、ぜひ手紙とペンライト、ゆださん、ゆさんありがとうございます。万博マッサありがとうございます。楽しい、楽しみ。いや、マジでちょっと今日私まつげ良すぎ、ちょっとテンション上がってます。ちょっとすごい、本当にちょっとリップ塗りたい。 Please add subtitle to welcome number. Of course, I'll check it. Yeah, I'll put subtitles like the Japanese part is for. またランク上がった、ありがとうございます。ありがとうございます。そう、ペンライトは濃いピンクと黄色です。コールはイサキです。ぜひみんな今日よろしくお願いします。たくさんのペンライトとコールがあるとテンション上がります。どっかでも言われてたけど、留学から帰ってきて日本語も英語っぽく聞こえること増えてきます。え、そう、これあれです、あの裏ナンバちゃんの始まりますよみたいな報告の生配信でですね、あのカニーさんに言っていただきましてね、ヨンさんありがとうございます、ユダさんありがとうございます。そう、でも私本当にこれ本当にね、本当に聞こえますか、それって。それちょっと本当にやばい、楽しみ、ね、片言の日本、私日本人です一応。あ、やだな、面白、
楽しい。死だよね。絶対死と離。死と離。絶対そのテンションも外国寄りになった気がする。嘘やん。ちょっと嫌だな。恥ずかしいな。なんか。アメリカの留学じゃない。イギリス行ってましたね。どっちもいい場所ですよ。楽しみ。まあ。私楽しみが言えなくなるかもしれない。これから楽しみ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 しししし楽しみ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 。マジで留学楽しかった。本当に楽しかったです。もう楽しかったです。本当に楽しかったです。ユダさんありがとうございます。これなんかね、本当はみんなにも見せたいんですけど、あのなんか一人で楽しすぎて楽しい寝ちゃって一人で本当に良すぎてあのなんかよくあるじゃないですか、 TikTok になんかその自分の旅をまとめた動画みたいなの、あれ私なんか一人で作ってたんですよ。もうあの余韻タラタラの時に、本当にみんなにめっちゃ見せたいんですけど、友達とかは入れたまま作っちゃって、その動画をなんかまた友達なしバージョンでちょっと今作ろうかなって考えてるんですけど、またよかった、ちょっと上げるならちょっと多分またルームスとかに上げると思うんで、もし上がった場合みんなぜひ見てください。ちょっとでもね、私ね動画作るのあんまうまくないから、ちょっと作れるかわかんないんですけどそう、作ったらまた載せますね。楽しみ、もういいや、もう楽しみでいこう。私楽しい、楽しみ、楽しみ。恥ずかしいわ。なんだっけ、ラブアッシュとかもね、友達あが無理だ。今の友達も友達ねえ待って、もうどうしよう、困っちゃうもうめちゃくちゃね、ぜひ会いに来てください。本当にいつでも待ってますよ。ユダさんありがとう。ファンサイさん、タガヒデさんとかみんなありがとうございます。ラブアッシュとかバリバリ、今のも絶対そう、ラブアッシュ、いじらした方が美味しい。なんかちょっと恥ずかしいですよねあれ友本当 give me five 私的には混ざってないんですけどね、あれだな、困っちゃうもう言われたら余計なんかなってる気する。ちょっと本当に嫌だ、恥ずかしいですねこれは。ちょっと今日の声もなんかあれな気する。高秀さんありがとう。こんにちは、こんにちは、困っちゃう高秀さんありがとう。 MC で喋れなくなっちゃう。そう、変に考えちゃう。そうですよ、みんなのコメントのせい、おかげおかげではないかみんなのコメントを読みすぎて私の日本語はどんどん英語っぽくなっていくんです。困っちゃう、困っちゃう。待って、ちょっとじゃあ声の準備していきますね。もうそろそろではちょっとランキングを読みたいと思うんですけど、あ、これ英語なまりはちょっと片言、私も完璧な日本語でいきますね。じゃあ今日、いや、まあいいか、英語っぽくても。困っちゃう、私でもあれです、最初に綺麗に習得した言語は英語なんで言い訳しておきますここで。まあ、ちょっとランキング読ませていただきますね。ではいきます。13位の方、逃亡者 K さんありがとうございます。12位の方、ケンボンさんありがとうございます。11位の方、野原しんのすけのすけさんありがとうございます声カスカスやろ10位の方、カルちゃんありがとうございます。
9位の方ユダさん、ありがとうございます。8位の方トラさん、ありがとうございます。7位の方 RC さん、ありがとうございます。6位の方マッさん、ありがとうございます。5位の方カズさん、ありがとうございます。4位の方クニアンさん、ありがとうございます。3位の方ゲンさん、ありがとうございます。そして2位の方ヨンさん、ありがとうございます。そして1位の方ユウさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。みんなたくさんのギフトちゃん、ありがとうございます。テレマカシーなんだっけ、なんかあるよね、テレマカシーがちょっとありがとうございますみたいな雰囲気なんですよね。なんだっけ、カシーじゃなくて絶対違う、なんかあるよね、あります、ちょっと忘れちゃった。でもそう、NMB のジャングルレディオのお便りが明日まで、そしてお話し会とかイベントのお支払い期限が本日ん23時59分まで、あ、合ってた、カシー締め切りあさってですね、すみません、あさってです。ありがとうございます。アニバルさん、ありがとうございます。あ、待って、何グラム忘れした、待って、今日もう一回多分配信するから、いや待って、今決めよう、今決める。どうで、大切なものは一押しのものでしょ。ちょっと待って、やばい、もう忘れてた。あ、このここで書かなきゃいけないんか。 OK、 じゃあ、OK、 今日の午後の配信にします。 OK、 多分今日もう一回配信するんで、頑張って、多分時間あるんで、だから今日の午後もしくは明日やります。ではありがとうございました。ではバイ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 